さあ、それではオブシディア城に潜入しましょうか。こっから楽しみだね。もう準備はできましたか。まあ引き返せない感半端ないけど、まあ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 、まあ、武器とかねいりませんよ。この2つの武器があれば。てかもう一つの武器何なんだこれ、今更だけど。準備万端だ、案内頼むよ。まあ準備万端とはいえね、あの道中があるんでしょうけど、これであの急に5章とかになってさ、あ、大丈夫か。待て、滞在の子供、はい、このクエスト達成しました。そしてもらえた武器もコンですね。さあここで第5章になるなよ。まだだぞ。ここでなってしまったら終了だ。よし、お、いきなりもう5体目じゃん。道中もない。来たか、シャスターさん。出迎えご苦労、暗黒騎士団団長殿。クライマックス感出てきたよ。減らず口を。まだまだだけど。だがうちの団員が世話になった。予定と違う人員を送ってしまったこと、まずは詫びよう。なんかこいつら相性めちゃくちゃ良さそうだな。そしてその上で5体満足で返してくれたこともな。ドロシー、お前のしたことは規律違反だ。後でしっかりと償ってもらおう。お尻ペンペンの毛じゃ。承知しております。承知してんのかよ。お尻ペンペン承知してたわ。キルトがもうほらなあ、ドロシーに何か懲罰が与えられるなら一応こっち側の意見も聞いてくれないか。俺もドロシーのお尻ペンペンに参加させてくれないか。なんだお前。あかん、噛み合っとる。なんだお前は、お前もそんな性癖があったのか。人海の和平施設団の使者の一人キリトだ。確かにドロシーは無茶が多かったが、人海側にもそう言われては懲罰を増やすしかないな。やばい、みんなドロシーがお尻ペンペンがあの両手じゃ済まされないかもしんねえ。あの両手じゃねえわ、片手じゃ済まされないかもしんねえ。両手でお尻をせーのパン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 つって。でもその無茶は全部そうだな、自分じゃない他の誰かのためだ。あ、その無茶はそうだ。勝手に出て行った動機は、うん、まずあんたの幸せのためだ。おい、奇跡的に全てが噛み合ってるぞ。ドロシーのお尻両手でペンペンするのは、うん、まあ無茶なことなんだけど、自分のためじゃなくて誰かのためで、それは勝手に出てきた理由っていう動機は、まずあんたの幸せのためってことは、シャッサーさんがドロシーのお尻を両手でペンペン叩くことがドロシーは幸せだと思ってんだ。鼻息荒いね。縛られて捕虜扱いを受けても、縛られてる、それまずい。耐えていたせいもあってかじっと耐えていた。じっと耐えなくていいから、あのちゃんとあの痛いって言って。途中で本当に殺されるようなことがあっても黙って受け入れていたかもしれない。受け入れちゃダメ、それは和平交渉に支障が出るだろう。大丈夫ドロシー、自分のお尻大切にして。キリト、いやダメドロシー、それで惚れちゃダメ。俺たちが頼むから、買おうと思えたのは、うん、彼女のひたむきな思いがこもった答弁と。ひたむきだったんだ。自分のことは顧みない、顧みろ。真摯なあり方に心打たれてこそだ。そうだよな、ドロシーがお前自分のお尻を差し出すことが真摯なあり方だよな。それはそうだな。確かに確かに、お前バカ、確かにじゃねえだろ。ことをそちらはできないのかと単価を切られた時は、あ、やべえ腹いて、なんだこれ。やってやろうじゃない。お前やんなくていいよ、ケツ出さなくていいから。その気にさせられ、その気になんのお前は、ケツ出すな。あれは確かに聞いた。みんな見てんのか。我々に囲まれて味方もいない状況で。そうだよな、よく言えたものだ。やばい、強き信念を感じた。ドロシーが人海人側の聖豪騎士のに囲まれてお尻を突き出してたことを思うと、ちょっととんでもないことになってる。事件だこれ、だいぶ事件。召喚はあの時はそうだよな、必死だよなあれな。今はとても無礼だったと承知しております。まあ無礼っちゃ無礼だけど、大丈夫、そこは無礼講で行こう。ほらな、ほらなじゃねえよお前。誰でもできることじゃない。そうだな、誰でもできない。無茶はしたけど、無茶はしたな。でも死者はドロシーで正解だった。正解だったな、確かにな。若い女子で正解だったな。そこあかん、結果論だと言われると辛いけど。そうだよ、結果論だけどね。あんたには覚えておいてほしい。そうだぞ、俺もドロシーが死者だったから心動かされた。そうだ、ドロシーのケツに心動かされたんだよ俺らは。お前はその想像をして興奮するんじゃない。別にかばうわけじゃねえが、うん、実際その通りだ。そうだよ、道中もよくしてくれた。道中も知り出してくれたよ。あ、みんな黙んなよお前。
黙ったら本当になっちゃうぞ。道中も知り出してたの言っちゃったって。お前婚約したんだってな。婚約、お前、ま、祝いの品くらい持ってくれよかった。そういやそうだな。んじゃねえよお前、リピアの尻ばか叩きやがって。この話はとりあえず終わり。そうだよな、気まずいよな。場内を案内する。まずはそうだな。うん、わかった。あ、この話は一旦なしだ。なんだ、未来の嫁さんの話はなしか。うん、いい女じゃねえか。おい、顔赤くないか。いや俺もうちょっと腹がよじれそうで今。顔が赤いわ、そっちの意味で。かっか、おたわむれはその辺にされた方が良いかと。おたわむれだったよ。女性への褒め言葉は不用意に言うものではありませんよ。あ、そうなの。さあみんなも行きましょう。嫉妬してんじゃん。あー、いやもうこの6分で大満足だわ。あー、ドロシーちょっと恥ずかしめ受けてるね。皆さん先に行っていてください。そうだよな、そうなるよな。だってさ、自分のほら尊敬してる人に自分がお尻ペンペン叩かれてるその様をね伝えちゃったわけだからさ、こりゃショックだよな。お前ら言うなって言っただろって顔してたもん今。みんな、あとを任せてもいいか。お前一人でやる気か、キリト。ええ、我々が先に行って場を持たせておく。場を持たせておくのか。彼女泣いているように見えましたから。そりゃ泣くよ。声をかけてあげてください。いいの、声かけちゃって。うん、言ってあげて、キリト君。嫁が言うならしょうがねえな。嫁の公認だよこれはな。普段嫁の尻ばか叩いてるけどさ、今日だけはよしよしよ。あら、ドロシー見つけた。始まっちゃうよみんな。キリト、ごめんなさい。何の涙なんだ。どうして泣いてるんだ。うん、泣くことないよ。ショーカーは自分が情けないのです。シャスター様やリピア様のお役に立ちたいのに。役に立ってたよ。失敗や空回りばかり。こんだけ楽しませてくれたんだから。挙句の果てに敵である君たちにかばってもらって、うん、きっとシャスター様は召喚のことを恥じたはず。いや、あいつ照れてたよ。召喚は何をしてもいつもダメで、誰かにとって恥ずかしくて目を背けたくなるような、そんな存在なんです。うん、まあ、違うみたいな。ドロシーちゃんがしたことというよりは、ドロシーちゃんとしたことをね、ドロシーちゃんがじゃなくてドロシーちゃんとしたこと、一つの文字が違うだけでだいぶ変わってくるから。さ、うん、一つだけ訂正したいんだけど、俺たち敵じゃないよな。敵じゃないよ、もう深い関係だよ。旅の仲間だろ。うん、ドロシー言ったじゃないか。召喚はそんな存在ではありません。仲間になどなれません。君たちにとっては敵で、この生まれ育った暗黒界ですら受け入れてもらえない、そういうはぐれ者の滞在の子供なんです。どうするみんな。じゃあ過ごした時間はなかったことにするのか。いや、なかったことはまずい。一緒に野営したり、そうだよ、戦ったりしてきたじゃないか。うん、スイッチだってもう結構できるようになってるそうだな、ドロシー。うん、俺以外のみんなともよく話すようになって。スイッチでみんなでね、お尻ペン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 、スイッチペン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 、スイッチって。仲間って言うんじゃないか。お、お知り合いだよ、もう。違うのか。違くない。少なくとも俺はそう思ってる。俺もそう思ってる。召喚は、思い出してごらん。召喚はダメな存在なのです。みんなが母さんと父さんの悪口を言うんです。恥ずかしいって。召喚は自分がダメじゃないところを証明したかった。二人の悪口を言われたくなかった。でも何をやっても結局安心して息ができる場所は作れなくて、息ができない、息がうまくできないんです。なんか俺のせいで
感動するシーンなのか、おちゃらけたシーンなのかわかん、お、ん？お、え？え？え？お前、キリとまさかパパなのか？泣くなよ、ドロシー。どういうことだ？そばにいるよ。ちょっと、最後のシーンどういうことだ？え、キリとが過去に助けたことがある？でもキリと覚えてなかった。いや、むしろ成長してるから。え？いや、今ちっちゃい頃の記憶みたいな感じだったけどね。仲間じゃないなんて言うなよ。あれはイマジネーションか。キリと。みんなドロシーのこと心配してたぞ。ドロシーがどんなに仲間じゃないって言っても、俺たち勝手に味方するからな。来ました、勝手に味方するからな。キリト、キュンポイントですよ。本当はショウガンも仲間だって思いたいんです。うん、分かってるよ、ドロシー。言ってることと態度がちぐはぐだもんな。君たちともっと仲良くなりたい。うん、それも分かってるよ。和平会談を成功させてさ、いろいろ言ってくるやつを黙らせてやろうぜ。まずは泣き止んでからだな。肩貸すぞ、友達だからな。いやいやいや、友達に肩貸さないでしょ、キリトさん。ああ、あらまあ、もうキリトは男とか女とか関係ないよね。なんなら男に肩貸してるとこ見たことねえけどな。キリト。あ、はい。ありがとう。泣き止んだのか。もう大丈夫です。お恥ずかしいところをたくさんお見せしました。いや、こっから本編だからな。でも大丈夫です、キリトが、みんながいるから。なんか急に心開いたけど、気のせいか。うん、でも無理するなよ。辛くなったら言ってくれよな。それじゃ、みんなが待ってる大広間に向かおうか。はいはいはい、唐突のね、お尻ペンペンムーブで、びっくりしちゃったけど、なんとか、収集ついたな。俺のせいだけどね、すべては。はい、こっから？何この視線は。あ、シャスタさん。シャスタ、聞いたわ。お、DOL さんだ。あの滞在、無事だったらしいじゃない。よかった。お前すげえ格好してんな、相変わらず。どの口が言う？ DIL。怒ってんの？お前がドロシーを追跡して死に至らしめる攻撃を仕掛けていたのはすでに報告が上がっている。内部でバチバチだね。それが何？私は言ったはずよ、反対派だと。妨害はしないと言った覚えはないわ。詭弁はよせ。その名分にかこつけてお前はドロシーを手に入れたかっただけだろう。ドロシーを手に入れたかった？あなたから差し出してくれてもいいの？どういうことだ？命まで取らない、暗黒術の発展のためにも協力してほしいだけ。あの滞在の体はきっと素晴らしい実験の材料になる。そういう面でも特別なんだ。だけでも恍惚としてしまうわ。俺がその申し出に首を縦に振るとでも？ふざけるな。いかなることがあろうとも俺の部下を苦痛に至らしめることは許さん。控えろ DIL。今ここで俺に剣を抜かせることがお前にとって得策ではないことくらいわかるな。そうね、この辺にしておいてあげるわ。いや、シャッサーさんかっこいいね。オブシディア城へ着いて。お、なんだ。俺たちはようやくこの旅の目的である和平会談にたどり着いた。どうなったんだろう。あとは話し合いと言いたいところだったが、そう簡単にはいかなかった。和平推進派である暗黒騎士団と商工会ギルドが何か発言すればすぐに否定の言葉が返される。人海側が口を挟む余裕がないほどだ。
横から勢力を見たところ、反対派は暗黒術師ギルド、山ゴブリン族、平地ゴブリン族。発言を控えているのは暗殺者ギルド、オーガ族、ジャイアント族。条件次第ではと情報を示しているのが中立派の剣闘士ギルド、オーク族といったところだろう。殺し合いで決めるべきだの一点張りが反対派。条件次第ではの中立派も族長を立てて、もしくは総力戦での戦いを提案してくる。それじゃあ戦争するのと変わらないだろうとシャスターがいさめるのを繰り返し、和平交渉まで到底たどり着けず、やがて事件が起こった。おいおいおい、どうなってんだよ。急展開すぎるだろう。距離遠いねだいぶ距離遠いよこれ。いやー、まどろっこしいな。イスカン来たな。おい、こっちに来たんだから、こっちのやり方でまずは話をつけさせてもらうぜ。なんでだよお前。イスカン、貴様何をするつもりだ。だから人界からも俺たちからも一人ずつ出して怠慢をだな。生ぬるい、ああ生ぬるい、ここで全員潰せばいい。おい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 、始まってんぞ。おやめください、せっかくの人界との和平の場です。これでは意味が。よっしゃ、俺も参加するぜ。お前イスカンめちゃくちゃ喜んでんな。イスカン、やめろと言ってるだろうが。なあ、おいシャスター、話せって。待て、順番デモンがあるだろ。出た、リルピリン。ルグル、シグロシグ、おでもいるんだぞ。おでもいるんだぞ。オークと剣闘士、そこで見ていろ。おおおお、いろいろなんかヤバそうな人たちがいる。いいぜ、一騎打ちだって言うなら受けて立ってやろう。ベルクーリ、お前までそんなことを。キリト、どっちか相手しろ。こっちも数を合わせねえと。ベルクーリさん、和平交渉を放棄したわけじゃないんだよな。ああ、さっきから話は堂々巡りだ。実際に戦ってみたら、こちらがどういう脅威になり得るか。なるほど、分かってもらう方が得策なんじゃないかと思ってな。今は舐められてるってことか。勝敗がどうなっても会議が紛糾するだけという可能性も。どのみち興奮してる奴らを一発殴って混沌させないと話し合いにも戻れねえだろ。あ、ほら来るぞ。うえおいおい、血気盛んですね皆さん。弱そうな武器使ってんのあいつ。どうなっても知らないぞ。え、あ、ガチのバトルなのね。まあやりますか。じゃあ何これ、何これ。ノーマップ、話し合い難航、ジャイアント族とオーガ族を倒せた。じゃあやっちゃいますか。うん、なんだ急にどうしたけど、どう今の。はい、おい、てかベルクーリさんあれだね、今初めてじゃね、使えるの。ガンガン攻めちゃっていいんだよな。多分これノーマルだけど何度かいけるはずだけど。おい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 、攻撃いつしてくるか分かんねえよ。はい、ガンガン、こっちもコンボ決めていく。いてててててて、はい、おい、避けるタイミング分かんねえべこれ。ベルクーリさん、ベルクーリさん寝てる。何、どうした。体力あるのに寝てるぞ。感謝してる場合じゃねえけど、状態異常かな。ビビった今、死んだかと思ったベルクーリさん。でも結構食らってる。あ、でもいけるね。おい、でこれでベルクーリさんもいろいろ入れてもらって、さあチェインコンボつなげて、さらにキリトのフィニッシュアーツ。おい、これでだいぶダメージ食らうのね。はいはいはい、オッケーオッケー。何この大技、死んだんだが。おい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 、避けたのに死んだぜ。ちょっとちょっとちょっと、これはスターバーストストリーム発動しなきゃな。相手がダウンして、はい、ここら辺で撃つ。そしてベルクーリさんも生き返って、ベルクーリさんでヤバそうなやつこれ。おしよしよしよし、なんだなんだ、オッケーオッケー。お、ベルクーリの、なんだこの RR って。あ、
いいね。楽しませてくれよ。おお強っ今火力どれぐらい出てたかわかんないけど、とりあえず倒したわ。まあ楽勝でござるよ。さすがは熟考、お見それした。だが爪が甘い。こちとら長生きだけはしてるんでな、もう少し修行してから俺に挑みな。若造ども。若造ども何歳なんだ。ベルクーリさんが味方でよかったよ。さてどうなるかな。なんか戦争になりがちだけどな、こんなことしたら。あーでもこいつはちげえな。次は俺だ。そうだな、俺に挑戦させてくれ。天界から来た最強の騎士ベルクーリに挑める機会はそうそうねえ。そっちのポーズでもいい。キリトって言ったか、お前もいい動きをしてた。俺と戦おう。おでも一戦交えたい。ここでひるんじゃ多くの流すたる。結局そうなるんかい。さあここでシャスターさんのお出ましとはならず。第1回和平大会が復活に終わった。かに見えたが、意外にも風向きはそう悪くはならなかった。ドロシーの言う通り、ダークテリトリーは力こそ全て。なるほど、認めてくれたってことかな。そのおかげで戦いに勝てた大家族とジャイアント族の族長に俺たちは認められたからだ。めっちゃ単純じゃん。この2つの種族は和平賛同派に回ってくれることになった。マジ他の族長たちとの戦いは、こいつらもやばそうだな。シャスターとレンギルの説得のおかげでとりあえずは回避したが、代わりに俺たちは試練を与えられることになった。何あ、なんか仲良くなってる。和平回ってほしいのなら、現状賛同していない種族をそれぞれ説得してみろという試練だ。説得の方法が交渉になるのか、それとも拳になるのか。いやもう確実に拳じゃん。無茶苦茶な話だが、フラグ立ててる。力をある程度認めたからこそ出た提案だし。なるほど。そのために暗黒界での長期滞在も許すということだった。熟考が出した条件としてはかなりの譲歩だとシャスターは言う。かくして俺たちは引き続きこの大地での冒険を続けることとなる。おー、なんか第一章終わった感じ出てきたな。これまあ中盤に差し掛かったって意味合いじゃないの。キリト、熟考をそれぞれ説得することになってしまいましたが、滞在を正式に許されているだけでも快挙です。次イスカーンかな。まだ楽しみだね。召喚と頑張ってくれますか。頑張りますよ。もちろんいろんな意味で。そのために来たんだから不安にならなくていいよ。最後まで付き合うつもりだ。ありがとうキリト。しかし実際お前どこ行ったんだ。話ができる相手とできない相手がいますから。ああそうなんだ。気をつけてことを運ばなくてはいけませんな。なあ、説得しなきゃいけない残りの実行はあと2人じゃない。暗黒術師ギルド。あ、そっちか。山ゴブリン族、平地ゴブリン族。結構多くね。暗殺者ギルド、剣闘士ギルド、オーク族ですな。いや、暗黒術師ギルドと暗殺者ギルドはちょっと無理な気がするけどな。この中でまず攻めるとしたら、私なら剣闘士ギルドのイスカーンとオーク族のリルピリンにまず交渉を仕掛けますね。まあリルピリンはいけるな。姫騎士助けてるから。ベルクーリさんと俺が一騎打ちをした後に騒いでた面々だよな。それはどうしてだ。まあイスカーンは拳だな。キリトさんが和平会談でジャイアント族とオーガ族を手なずけましたね。手なずけたのかな。暗黒界は力が全て、力の掟に縛られています。ですのでああいう運びになるんです。剣闘士ギルドは暗黒界の中でも特に強さにこだわりがある集団です。シエダさん出てくるのかね。ですのでどうなんだろう。要は戦いに勝てばこちら側についてくれると思います。もちろん相応の力量がなければ不可能なわけですが、キリトさんならやれると信じていますよ。オーク族のリルピリンは少々好戦的ですが、
決してアン君ではありません。こちらはもしかしたら個別で話し合いを重ねたらなんとかなるかもしれません。おお、じゃあこれもあれだね、戦わずして、うん、いけるな。剣闘士ギルドとオーク族か。よし、わかった。まずはその2つの部族に交渉してみよう。でしたら手始めに剣闘士ギルドと交渉するのが良いかと。闘技場だって、オブシディア城にある闘技場に行けば彼らと話せますよ。まあこれはね、公式でも戦闘映像ちょっと出してたから、まあすぐ来るんだろうなと思ったけど、割とすぐ来たな。そんなものがあるのか。はい、彼らの管轄区域です。私は苦手な場所なんですけどね。うん、いきなり戦闘になる可能性はあるけど。よし、剣闘士ギルドとの交渉に向かうか。カイナンに闘技場まで案内してもらわないと。それよか。おお、来た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 。俺はシエータさん、やっぱ出てくるよね、さすがに。オリジナルストーリーとはいえども。いや、あの人たちすんごい頑丈なんですよ。寒そうな格好してますが、鋼の肉体ゆえにああなんですよ。お前余計なこと言っちゃったね。簡単には切れない。そりゃもう、これから行く闘技場は剣技も暗黒術もありの戦闘様式なんですが、それでもあの人たち他の種族に勝ちますからね。これを言ったからシエタさんがどうしたんだ、やりたくなっちゃったと。シエタさんがもし剣闘士ギルドと戦闘になった場合のことを懸念されてまして。剣闘士ギルド、剣士にとってはなあ。その懸念はわかる。やりにくいよな、剣闘士ってことは。あっちは拳だろうし。うん、でも強いって鋼の肉体だから本気でやる。シエタが本気を出すとすごいことになりそうだから、もし戦いが発生してもやりすぎはなしでお願いします。わかった、やりすぎずでもやる。キリト、闘技場へ行こう。いや、これはなんかあれだね、アニメ見返したくなってくるな。見返しないんだよねまだ結局。いや見よっかな。そもそも話の筋が全然違うからさ。あ、いや戦闘シーンだけ集めた YouTube 動画とかねえのかな。違法アップロードだけど、そういうのないのかな。いやー見たいね。あ、あとエピソードクエストやっぱ出ないなねえ、なかなか出ないもんだね。やっぱ SAO の醍醐味っつったらね、エピソードクエストでこのキャラとのイチャイチャとかキャラとの特別なストーリーが見れるっていう感じなんだけど、ホローフラグメントの結構挟まってたような気がするんだけどな。なんか年々減ってきてねって思うけど、どうなんだね。なんかその短いイベントでもいいから、なんかそういうギャルゲシーン的なやつ欲しいんだよね。よう、よく来たな。やっぱいきなり戦闘だ。人海は兵施設だ。早速だが、俺と交渉の席に着きたいなら戦ってもらおうか。モブキャラ弱そうだな。全員肉体美すげえけど、イスカン細マッチョ。そう呼ばせてもらうよ。一つ尋ねたいんだが、1対1とかじゃなくてこいつら全員と戦うのか。ああ、俺たちに和平賛同派になってほしいんだろ。それなら全体を納得させてくれなきゃな。俺がギルドの王者になったのもみんなに実力を認めさせたからだ。その意味わかるよな。言ってることはわかるんだが、それにしても数が多い。これでも厳選したんだぜ。うちは血気盛んなやつが多くてな、なるべくちゃんとした試合ができるやつにした。やりすぎるやつは相手を殺しちまう。殺し合いと試合は違うからな。そっちが殺し合いをしたいっていうなら別だが。いや、それなら戦争と変わらない。俺たちは戦争を止めに来たんだ。殺し合いはごめんだよ。今日も話し合いを前提にやってきたんだけど。悪いが、こればっかりは曲げてやれねえ。俺に見せてくれ、お前らは俺たちと並び立つ力量があるってな。まあある意味話は早くて助かるけど。剣闘士ギルド構え。ほう、本当に何事もなく始まっちゃったよこれ。まあモブキャラはね、相手は試合だと言っています。はいはいはい。
剣を抜いたとしても不殺を心がけて戦う、その技術はこちらにもあります。手加減しようってことか。正々堂々と戦いましょう。きっとそれが彼らへの一番の説得方法です。ある意味本気でってことね。分かった。人海は兵士セスタン構え。いい顔だ、いい闘志だ、ゾクゾクするぜ。勝負だ人海人。さあ始まりました、イスカーンとの戦闘。イスカーン背ちっちゃいんだね、だいぶね。おお、みんなで一斉攻撃してくる。攻撃のタイミングお前ら同じすぎないか。てかシエータさんさあ入れときゃよかった。いやまあまあとりあえず、あ、遊女結構食らってるね。はい、まずあれしといて、でこっちの雑魚とかやったほうがいいんじゃない、みんな。これこいつらこいつらこいつら、あとイーディスさんも入れてるから。おい、え、弱くね、速攻で死ぬやん。あ、まだイスカンじゃない、あ、違う違う、イスカン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 じゃないやつを狙う。まずはもみくしゃだなおい。よし、避けるね、うざ、あ、うざ、この野郎うざ。よし、お前一人で何やってんだよ。ちょっと待って、こいつ一人で暴走してるぞ。なんかはい、わ、結構ダメージ食らってるねこっちも。さあ一旦ドルシーちゃん回復してもらおうか。んで敵の攻撃を遅くする新生術打っとこう。あー、もうちょいこっち来てくれなきゃな。新生術もな、なんか範囲自分の周りだけじゃなくて遠くになんかそう魔法みたいに打てれば最高なんだけど、これさジャスト回避するしかないな。ほいっと、オッケー、ここでいいんじゃない。シュイ、ここで叩き込んでダウン取る。じゃキリト狙わしてた方がいいなこれ。あー、くそ、おいっしょ、オッケー。ドロシーちゃんも死んだ。結構火力高いんだね。なんかあんまりモーションとかが派手じゃないからそんな食らってる感じしないけど、ほい、よし来た。さあここでやべ、あー、チェーンとかやる前に撃ってちゃったね。まあしゃねえか。よし、イッチ、はい、スターバース、ソリメン当たらねえか、当たったか、よし、オッケー。まあまあジャスト回避して動き遅くして殴るだなこいつはな。ねえ、参ったな。人海の戦士は一人一人が一騎当選の強者とは聞いていたが、これほどとはな。いや、みんなひざまずいてた。驚いてるというか呆れてるよ。剣と拳なら普通ひるむだろう。もう無理、まだやるの、ちょっと休憩しましょう。お前ら戦闘参加してなかっただろう。ヘトヘトです。お水を、お水をください。知らぬ水を。なんか急にのんびりだな。むしろ向かってくるし何度も立ち上がってきちゃうんだもんな。最後の方もう立ち上がらないでって叫んじゃってたもんね。下ネタか。戦闘するけど元気良すぎ。これも下ネタに聞こえるぞおい。でもこの人たち戦ってて心地いい。もっと切りたい。やばい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 。まだ続けてもいい。この方スイッチ入ってます。いやいやいや、シエータさん、これ消耗戦になるとシャレにならない。もうやめよう、本当に人死にが出る。俺もそっちの女の戦い方は好きだぜ。他と違ってひるみがねえからな。いや待って待って、死んでる人いない、大丈夫。キリトの言う通り今日はしまいだな。うちが負けなのは見りゃわかる。じゃあ、ああ、和平の話し合いを、宴会の始まりだ。なんでだよ。いや急、お前ら宴会って聞いて急に元気になりやがった。なんだこのギャグは。ちょっとおーおー、盛り上がってますね。てか生って書くねんこいつら。キリト、正直なところ俺は戦える場が欲しいだけで和平だのなんだのにはあんまり興味はねえんだ。でもお前らみたいな強いやつが人海にはゴロゴロいて
そんでこれからそういうやつと戦える機会が増えて、終わった後にはうまい飯が食える。そういう未来なら俺は興味があるぜ。いいっすか。頑張れよ。俺以外にあっさり負けるな。あ、負けないさ。あとよ、あの女の名前もう一度聞かせてくれねえか。シュートか。ん？黒髪の遅い女。ああ、シェータだ。シェータか、いい女だな。ん？おい、まさか。なになになに。あ、なんだよ、いい女だろあいつ。いい女だな。そうだな、いろんな意味でな。どうなるんでしょうね、あなたたちは。はい、無事にイスカン戦が終わりまして、よし、解決したのか。検討しギルドの協力を取り付けた。一度オブシディア城へ戻ろう。報告ご苦労。しかしイスカーンを下したか。さすがに驚いたぞ。あくまで試合だったからな。命のやり取りだったらどうかわからない。かなり譲歩してくれてたと今感じてるよ。どうした？てかドロシーじゃいなかったね、そういえば。ドロシー。なんだ。あ、はい。引き続き人海和平使節団の護衛を続けろ。誰にでもこの任務を任せられるわけではない。いいな、任せたぞ。はい。シャスター様の部下として恥じない行いをいたします。あ、あいつらディスってきたやつじゃね、ドロシーのこと。ずいぶんとでかい面で往来を歩くようになったじゃないか。やっぱそうだよね。お前はあの時の。お前知っているか、こいつの母親はお前たち人海の騎士に撃たれて死んだんだ。無残にもな。人海の方がいる前でそのような話はやめてください。へえ、親が殺されてるのにその態度。すっかり人海側になったんだな。そんな、召喚は和平のために。おいおい、人海側も迷惑だろ。お情けで仲良くしてもらってるだけだろうさ。違いない、ドロシー、お前に居場所なんてないんだよ。まだわからないのか。暗黒騎士団も早くやめてくれ。目障りだ。お前が住めるところがあるとしたらそうだな、禁断の恋なんて薄ら寒いことした、死んだ両親がいる場所じゃないの。やっぱ禁断の恋なんだよね。そうだよね。これもちゃっかり今初めて出てきたよね。我が母と父を、死者を貶めるようなことは許せない。表に出ろ。やばい、ドロシーが怒っちゃった。ああ、おお、キルトさんも怒ってましたわ。深海と暗黒海が組むとどれくらい強くなるのか味わわせてやるよ。やべえやべえ、戦争だ。え、やるの本当に。シャスターさんに怒られちゃうよこれ。あら、まあまあ、キルトはこういう人たち許せないですからね。はい、どうぞ。おお、モーションがさ、もうさ、ジャストガーラとかの概念を俺にくださいよ。はい、この野郎てめえらをにゃら殺しでいけってんのかよ。スターバーストストリーム。もう本気出しちゃったわ。一瞬やこんなやつ。雑魚が消えろ。いいのか、あいつらシャスターに突き出してやればいいのに。いつか彼らにも認めてもらいたいと。優しすぎるでしょ、ドロシーターン。それよりもベルクーリ殿と召喚の母のことですが。聞きたいです。あ、いや、それが実は知ってるんだ。ああ、その関係は知ってるんだけど、もっと詳しい話を。そうでしたか。大丈夫です、
召喚とベルクーリ殿の中で母さんのことはもう決着がついているんです。でもおそらくだけどあれだよね、なんかやられた理由がちゃんとありそうだけどな、そのなんか勝手にこの戦闘で巻き込まれてバーンじゃなくて、なんかもうなんだろう、むしろベルクーリにドロシーのことは任せたぐらいの勢いでさ、よろしく頼むよみたいな、そんな気するけど。あのベルクーリ殿、人界でサライが上等な捕虜扱いをしてもらえたのはあなたの配慮だと後で聞きました。ありがとうございます。ああ、話はそれだけか。いえ、あと一つだけ。長い命を生きているあなたに尋ねるのは愚問だとは思うのですが、騎士ベルクーリが戦った中に女性の暗黒騎士でエリシュバと名乗る者がいた。覚えて。一騎打ちを挑まれた。俺も相手も名乗りを上げた。ジョーちゃんの名前を聞いた時点で分かっていた。母親か。はい。手強い相手だった。死に水は俺が取った。最後にドロシーと言っていた。だから俺はジョーちゃんが誰か分かっていた。黙っていたことを謝る。ジョーちゃんは敵討ちをしてもいいと思うぜ。今からでもやるか。なるほど。ベルクーリ殿と話した全てです。ということは母ちゃんに何かを託されたわけじゃないんだな。ドロシーは速攻で予想外れたわ。それでいいのか。敵討ちをしない召喚は親不孝でしょうか。いや、そんなことは。騎士ベルクーリ殿を召喚が手にかければ他の聖豪騎士たちが黙っていないでしょう。そしてこのまま黙っていても君や同僚の騎士にそれでいいのかと問われる。みんなが言うことを全部は聞けない。召喚はただ母に父に恥じない生き方をしたいだけです。そしてサライにあの子が笑顔でいられる未来をあげたい。ドロシーは頑張っているよ。サライちゃんはどういうことで関わってくるんだろうな。いや、ただのね、なんかついてきてる子供ではない気がするんだよね。偉いよドロシー。おーっと、あ、おおま、おえぇ、コップの中に溢れかけそうなほど水が入ってる。俺らは何を見せられてんだ今これ。こぼしちゃダメだから絶対にこぼさない。まあまあまあ、キリトは友達と親切してるからね。したら誰に何を言われるかわからないから無理して笑うドロシーがそんな風に見えた。天幕がある拠点に戻ろうか。シャスターにも報告は済んだし、みんなと次はどう動くか話さないとな。次はリルビリーのとこ行くんかね。てかさ、片手剣の装備早くくれよって感じだけど、未だに初期武器なんだが。さあ、お次はどうするんだい。サライを見ませんでしたか。そろそろ孤児院に連れて行こうと思って。どっか行っちゃったんか。あれ、確かあの二人と外に行きましたよ。あの二人、アスさんとシノン。あの二人、おお、メディナとローグだったっけ。なんかいまいちだったな。俺たち何がダメだったんだろう。え、こういうキャラたちもちゃんと表に出てくるんだな。一緒に遊んでくれる人足りないからかな。ログが犬のログでしょ、メディナが猫のメディナでしょ。今回のおままごとの敗因は配役のせいだろ。なぜ2名もいてどちらも動物なんだ。さあ、この遊びはサライが全部決めるから。俺が犬っぽくてメディナ姉ちゃんが猫っぽいから。まあ確かにそれは言えてるけど。当たり、当たった。
俺はワンって言ってるだけでおやつもらえて嬉しかったけど。私はきついものがあった。この年でおままごとに付き合うのも辛いが、ニャーしか言えないのも辛い。いや、メディナがニャー言ってんの聞きてえよな。ああ、そういうイベントくれよ。遊んでもらっていたのですね、俺は。ログ殿、もうそういうイベントが欲しいんだよ。メディナ殿、ありがとうございます。あ、さ、サライ、そろそろ皆さんに挨拶をして孤児院に戻りますよ。どうしても戻らなきゃダメ？ドロシーはサライと一緒だと嬉しくない？嬉しいに決まっています。あ、でも君を守ることの方が大事です。召喚たちといると荒ごとに巻き込まれます。まあいいのか、サライは孤児院に馴染んでないんだろ。いじめられてるって。あ、そうですが、しかし、孤児なんてどこにいたって同じじゃん。それならここにいてもいいんじゃないの？ダメなのか？なんかログもそういう感じの人なのかな。俺も孤児だったけど、やっぱりどこにいるかより誰のそばにいるかの方が大事だったよ。ログ、ドロシーとサライを襲ったのは和平反対派だと聞いたが、この子を遠ざけて襲われない保証はあるのか？悪意のあるものならさらって人質にする可能性もあるのでは？せめてことが落ち着くまでは目の届くところに置くべきだろう。幸いこの拠点には私たち人界の者が多く出入りするし、海南が常駐している。むしろ一番安全だ。子守は契約の中に入ってなかったんですが、まあつけてもいいですよ。請求書は回しますね。そんなこと言うなよ、カイナ。将来人海との交易で見込めるお金がたんまりあるんだろ。そりゃガッポガッポ宮殿が建つ予定ですわ。どんだけ稼ぐ気だこいつは。じゃあこの分の借りはいつか精神的に返すということで。もうキリトさん仕方ないですね。あ、精神的だとお金もらえなくないですか、キリトさん。ねえ、キリトさん。あの、しかしやはり皆様にご迷惑が。くどいぞ。幼い子供を庇護者から離し見て見ぬふりをしろと言われる方が迷惑だ。お、落ち込まなくていいよ、ドロシー。メディナ姉ちゃんのこれは通訳すると、サライが心配だ、私たちで守るぞってことだから。ログはなんかメディナの良き理解者だったんだな。ログ、メディナのことだいぶ分かってきたな。へへ、俺はキリト兄ちゃんの弟分だからね。むむむ、ムカつく。二人とも勝手に私の心を訳すな。ドロシー、俺も今サライを手放すのはなんだか危ないと思う。もう少し一緒にいよう。見守るくらいなんてことないよ。人界の皆様がそう言ってくださるなら。やったー、サライここにいていいの？おう、好きな人と離れるのは辛いからな。よかったな、サライ。うん、よかった。みんなありがとう。もうサライったら。いや、怪しいぞこのサライちゃんのくだりは。何かあるんでしょう。でもいつかサライちゃんがさらわれて、検討士ギルドから名前の通り招待券をいただきましたよ。お、招待券、これは有効の証かと。あー、出た。一度行ってみますか。これあれだね、 FF16 もあったね、こういうの。そうだな、検討士ギルドとはいい関係を保ちたいし、顔見せがてら行ってみるか。闘技場でどんな戦いができるんだろう。あ、なんかイベント戦みたいな、勝ったら何かもらえる的な。ドラクエでいうさ、闘技場あるじゃん、 A ランク、 B ランク、 C ランクみたいな。おい、こっちだよ、準備万端。リーファが呼んでる。あ、そうかそうか、リルピリンだからね。なるほど、ちゃんとキャラを抑えてる。そういうところはいいよ。悪い、またしたな。リルピリンっつったな、リーファやからね。多くの女の子、レンジュさんからもらった
木彫りの腕は持ってる？持ってます、必要になるかもよ。え？お前バカ？持ってる。なんだその顔はお前。今一瞬あれどこやったっけって顔したよね。してないしてない、見ろキリッとしてるだろ。キリッとしてるね。ネタだなこれ。よく言うよ、もう聞いといてよかった。もらい物なんだから雑に扱っちゃダメだからね。じゃあオーク族の領地に行こっか。さあ気になるのはスーパーアカウントがいつ発動するのか。なんか本当に裏の裏の裏の敵が出てきて、そいつらと戦うためになんかスーパーアカウント降臨みたいな感じなのかな。いやでもそもそもね、ログインしてこなきゃいけないわけですから、どうなるんだろう。まあ一回リルペリンのとこ行きたいんだけども、まずは次のパートに行きそうだからこっちの闘技場行ってみようか。なんかあるのかな。あ、イベント発生しちゃった。あ、いきなりトークかよ。特にイベントでもないけどね、エピソードイベント的な。よく来たな、うらって元気してっか。めちゃくちゃ仲良くなってるわ。出会ってすぐに締め技しないでくれ。いっすか、ギブギブギブアップ。ギブアップってなんだよ、神聖語か、もっとって意味か。てかさ、こういうシーン見れるのってゲームだけじゃね、こんなね。違う、降参って意味、降参降参。仲良くなっていますね、ダークテリトリーの熟考と。あれがキリトのすごいところだよ。お前ら体なまらせてねえよな。うちのギルドが運営してる闘技場は招待制でな、参加資格を持ってるやつは強者のみだ。だからお前らを招待したってことはそれだけ認めてるんだぜ。観覧のみでもいいが、興行を盛り上げるためにもぜひ参加してくれ。おお、ということで。ありがとう、参加の方法は理解して。あ、イスカーンとも戦えるんだ。イスカーンとは戦えるのか。もちろんだと言いたいんだが、これに関しては興行だからな。勝ち進んでくれたら、あるいはね。どういうこと、どういうこと。そういえばお前ら次はどこのギルドに殴り込みに行くんだ。え、仲間になるのか。手伝ってやろうか。いや、殴り込みには行かない。イスカーンとも話し合い前提で会いに行っただろ。オーク族と話すつもりだよ。じゃあ目的地はオーク族の領地か。あそこら辺は最近オーク族とヒト族の対立があるって聞いてる。気をつけていけよ。対立か、話す前から厄介だな。情報ありがとう。今度うちの天幕にも遊びに行く。そういうことだ、これ仲間になるんだ。なるほどね。あ、特に闘技場のイベントはなさそう。あ、ある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 。闘技場入り口付近の剣闘士に話しかけることで挑戦ができますと。まあ闘技場はこういうゲームちゃんとありますからね。こういうゲームというか定番の要素だからな。え、これのこと？あ、なるほどね。で、何がもらえるんだろうね。とりあえず初級やってみるか。5000円たっけ。もうまあ帰ってくると願おう。で、しかも全然普通の雑魚的ってかランク高くね。ちょ、しかも無音なんだけど。あー、 BGM 始まったわ。まあ一人で戦うってことか。いや、もう俺が下手なだけなのかな。あー、まあまあまあ、なんとかモーション読めばいけるのはいけないね。はい、あー、そういうことね。なるほどね。ここで決める。いやいや、当ててくれよ。ちょっと。なるほど、途中でバトルを終えることはできなさそうだね。うん、死ぬしかないっぽい。ここは多分なんかクリアしていくと報酬がもらえるっていう感じだと思う。武器とかね。で、超なん、おう、あ、やべ、5000円払って回復薬1個しかもらえなかった。一回もそれ買ってねえからな。あー、これはかなりやり込んでからやった方がいいな。オッケー、よし。んじゃあ次はリルピリンさんの方行って、
リーファとのイベント見てって感じかな。